日本のお茶の歴史は遣唐使でもあった英才禅師とともに始まります。上野原製茶園は遠く大陸までの島々が遠望できる山の頂で栽培加工されています。釜入り茶とは高温の鉄の釜で入る釜入り茶は香りよく味わいはあっさりとくどさがなく、水色は黄金色の透明感があり、何杯でも飲めます。なんと、その香りは1煎じ目より2煎じ目でより引き立つほどです。ホームページを開設しました。ただいまホームページ開設キャンペーンで会員登録していただきますと、こちら、8グラムの新茶、長崎釜入り茶88夜摘みをプレゼントいたします。どんどん登録してください。お待ちしております。